いつ訪れるかわからない新型コロナウイルスの第2波に備えて、鳥取県教育委員会と三朝町は遠隔授業の取り組みを進めています。その名も寺子屋プロジェクトです。今月10日、鳥取県三朝町の総合文化ホール。この日、三朝小学校の6年生60人が5つのグループに分かれ、町内の公民館などでウェブ会議システムを使った遠隔授業を受けました。朝ごはん、ご飯食べてきた人青、パン食べてきた人赤出してごらん。児童を映すカメラはタブレットのカメラ、映し出す映像もタブレットを通しています。この2週間前、小学校の先生が集まり、事前に接続実験を行っていました。例えば友達の顔が見えたりとか、先生の顔が見えたりという状況を作っておくことが最低限やっておかなければいけないインフラじゃないかというふうに考えています。三朝町では、2017年から災害時の情報発信や収集のため、通信回線、Wi-Fi を各公民館などに設置していて、町内にフリースポットが点在しています。そこで公民館などで遠隔授業を行う寺子屋プロジェクトの取り組みが始まりました。低学年が各家庭でオンラインを接続するのは難しい面がありますが、寺子屋なら友達や知り合いの助けもあります。この日は接続以外に人物が重ならないように写す方法などを確認しました。全員見えてますか？全員、きちんと見えてますけど、後ろの一番後ろの人の顔だけやっぱマスクしてるとちょっとわからんかったです。実際本番の子どもたちにが授業を受けるときのためには、とっても意味のある実証実験だったなというふうに思います。そして今月10日、実証実験として実際に児童たちが遠隔授業を受けました。40から45が一番少ないです。どうですか？わかりました。いつもと違う授業の形に参加した児童は、普段と違って他の人の顔が見られてなんか安心感が増したりとか、でも少し緊張しますけど。家庭で子どもがインターネットに自由につなぐっていうことはいい面もありますけど、課題もたくさんあります。そういう面でいうと、公民館でみんながいるところでネット環境につながるということは安心にもつながるかなと思っています。三朝町では中学校でも生徒の自宅でオンラインによる学習環境を整えるプロジェクトが立ち上がっています。